どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセシーズン10、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは、山田哲人さん、アさん、ABCDEF さんからのリクエスト、高山俊選手作っていきましょう。右投げ左打ちの外野手、まあ阪神外野手すごいなんかこういろんな選手がいていいなって思う僕です。まあそれは置いといて、阪神どうしようかな、行くか。ラッキートレジャーヒーリング、これでいきます。ゴー。まあなんかチヤホヤ使う、チヤホヤとラッキートレジャーってあんまりなんか相性いいイメージないんですよね。なんというかこう選手がたくさん出てくる分、その宝箱の出る位置が減るんで、つまりか、なんだか宝箱の確率が減るっていう意味では、ちょっとまあ僕はあんま使うべきではないのかななんて思っちゃったりするんですね。まあそれっぽいこと言ってるけど、僕そんななんかこう偉そうにサクサクセス語れるわけでもないので、ね、まあ難しいとこだよな。じゃあゴール。まあ初期状態はそうですね、走力、肩とかまあ、ミートパワーが課題だな、そうなると。上げていこう。うわ、来た、近く変動。視覚変動をさせてくれる余裕があるんだったらもっと別のちょうだいよっていう感じなんですけど、まずはこっちか。走力アップ。はい、来い。ミート、あ、いいね。ミート超人ね。で、戻る。あー、回復。ナイス。これは、あながちいい感じか？ま、悪くもないね。ちょっと余裕あるから行ってみよう。よし！素晴らしい。いやー、待て。いやー、待て。いやー、冷静に行こう。一歩ずつ行けばきっと変わったり、例えばこうやって。まあ、ああ、もっと遠くなっちゃった、ゴールまで。ああ、弾道1、弾道って大変なんだよ、あげんの。急いで帰ろう。ヒーリング。あ、くそ。後半悪すぎるでしょ。前半良かったのにな。ちょっとよく書いたのが良くなかった。青パネ天国で。青パネ天国、天国でもなかったな。まあまあいいや、やっていきましょう。とりあえずやる気絶好調最優先。以前作った選手に会って、ムード丸。おい。いいね、新竜カード。いいことが起こる予感。絶好調にしちゃいます。で、そのまんま行こう。はい。守備強化。あ、かぶらない。いいね。で、はい、選手に会う。どうも。北条選手でいいんだっけ？北条で、まあ、そうしか読むことはないか。はい、宝箱。新ミート超人伝、オッケー。ここそ新野球超人で欲しかったんだけどな。こう決め手がない時は特に。いや、カレンさんいただきます。はい。あー、でもちょっと難しいなこれ。ゴー回復のさらにこれでヒーリングの可能性にかけたんですけど、あんまそうでもねえな。はい、じゃあゴールで。やばい、体力がちょっとねえぞ。ミートがやたらと上がってっけど大丈夫かな。パワーとかもうちょっと欲しいんですけど、まあとりあえずここで、だからさあ、ここの宝箱、痛い、宝箱で、逆転、パワー超人伝、普通に、はい。福留選手、ミート、先輩に、いろいろ、おっしゃ、オール青。いいね、絶好調でオール青はでかいかも。で、回復、8、よし。いい数叩き出したよ、なかなか。野球マン、カット。カットする意味はないか、別に。まあ、どうしよう、最短距離で行こう、これは。合わなきゃいけないと思う。よし、会えた。意外と早く会えたからでかいですね、これ。ミートがさらに上がる。弾道マスはあるのか果たして。いやー、そして初手ロックオンを引く俺。でも、こう行けば、で、こうじゃない？まあ無理なんだけどね。マジか。ちょっと待ってよ。あ、待って、新竜カード、きっと。久しぶりに新竜カードがお元気な状態でございます。やった！いいじゃん。弾道マスは見た感じないから。じゃあ帰ろうかな。とりあえずパワーだけ取って。やった！いやー、新竜カード持っててよかった、本当に。可能性は限りなく低いけど、やっぱりね、違いますね、あるとないのじゃ。もう、思いっきりなんかちょっと手のひら返ししてるけど。お、新パワー超人ね。なるほど。弾道。どうしよう。いや、絶好調でしょ？シャッフル。行くべきかな、博士。まあ、回復もあるし、あ、まずい。いや、行ってみる、行く。あー、まずい、死ぬ！あー、生き残った。いや、これは、生き残りを目指した方が早い。1、2、3、4、5、6、7、8、9でギリギリだもんな。はい。あ、やばい。で、どちらにせよ最終的に会う可能性ある。あ、いなくなった。ほい。肩。ほい。で、守備。1。あー、カレンさんの位置が悪すぎる、また。次、ロックオンあるな。あ、よかった。逃げ切った。
で、効果。はい。総力。で、よいしょ。あ、危ない。いや、これ、ああ、どうしよう。逃げられると見た。よかった、行かなくて。あ、でも。いやー、無理だ。あー、ゴール。くそー！カレンさんに最後ちょっと振り回された。なんだ、難しいな。なんか、いけると思わせて、でもなんか、なんか、カレンさんに追っかけに行ったら死ぬ可能性大だったから、追いかけませんね。まあ、結果的にゴールできたからいいけど、弾道ねえな。これどうなんだろう、再現できたかな。おい。あ、待った。見てない、まだ。本人。あ、やっぱそうだよな。補給 G なんだ。うわぁ。弾道3、真逆じゃんっていうね。まさかのミート高め。ミートと総力が変わればまだ話は別だったかな。まあ、でもなんかちょっと、大学野球でその、なんでしょう。新記録を叩き出すミート力はありそうな感じですね。初球ハイボールヒッター対左 C。といった、あとムード丸ですかね。まあ、面白い選手かなと思います。それではアップロードしておきましょう。ほい。マンゴーこちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあね、次回やっていきたいと思います。お楽しみに。じゃあね。違う、一周回してみたいと思います。ほい。というわけで1年間回してみました。打率が、2輪上じゃなくてよかった。3割3分2輪、7本53打点。チーム最優秀打率を誇りました。3割3分出たのは久しぶりかなっていったところ。まあ、ミート A が光りましたね。あー、やっぱ、あ、でも成長してるわ。うん、弾道が2になったしね、結果的に。やっぱりこう、弾道1の選手ってやっぱりね、伸びやすいよ。前回もありました、以前ありましたもんね、そんなことが。弾道1で、投手殺しだって言った選手が、なんかこう、1巡回してみたら、2になってたっていうね。だから、弾道は上がりやすいから、そこは割と、回してみちゃえばどうにでもなるんじゃないかな、といったところ。まあまあまあ、ただちょっと、そうですね、ホームランがやっぱちょっと低めだったのが痛いかな。弾道3でパワーが B ぐらいあったら、間違いなく2桁はいったでしょうし。惜しいといったところでございます。まあ、というわけでね、こんな感じで完成とさせていただきます。気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄の方をまずご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。